おはようございます。チケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。軽い頭痛です。まあ撮る頻度は別に、まあ多分皆さんからするとあんま変わってないかな。投稿頻度的には。軽い頭痛のまま今日は始まりました。なんだろう、久しぶりなんかね、よく寝たんだけど頭痛がするんでね、ちょっとズキズキしておりますね。ちなみにこれをやった日、その前の前日はね、金曜日だったんで、ウェブ研修終わってからちょっと、運動しに行ったりとか、黒ブレしたりとかしてましたね。で、とどめに最後生放送しとったから、単純に脳が休まる日はなかったかもしれない。脳は大事です。休める必要があると思います。はい。で、ちょっと待って、やばいの来たな。やばいの来たな。今回使っていくチームは、軍隊下に、ヘルバイレーツ、岩飛び悪魔です。危ねえ、今一瞬言い間違えそうになった。というわけでね、久しぶりの登場、海チームです。海チームマジで久しぶりだからね。久しく海チームを使ってなかったんでね、今回は海を基準としたパーティーを組みました。まあ、海で有名としたら、オーシャンクロー、エアスピックル。まあ、そのあたり、まあ、海竜も違う海で、ワンの頃は有名ですね。はい、海竜も違う海で、悪目立ちですけど、彼の場合。というわけでね、今回海チームでやっていこうと思うんですけども、何ですかこれは、何ですかこれは。マジしばらくぶりに見てねえなと思ったら、とんでもないの出来上がったら、一気海賊ない。いやでもこれね、多分だー、マジで出ない。こいつらめっちゃ硬いんすよ。物理がなんか海賊の前ひっくり返す、全部物理なんで、まあ通んないですね。これワンチャン普通にガチでやんないとダメかも。いやきつっ、全然効かん。こんなんが1回戦出たらいいと思ってんの、いつだったっけ出たの。え、出たのいつだっけ、なんか悪魔の鏡の時だっけな。いやこいつは強いって。あーでもね、でもね、軍隊側に岩飛び悪魔は打撃耐性持ってるんで、海のやつらでもね結構優秀なやつって多いんですよ。海のモンスターそのものは本当に少なくて10体ぐらいしかいないのかな。うん、10体ぐらいしかいない中でね、優秀なモンスターはまあそこそこいますんでね。で、ヘルパイレーツは1からね、いますね、実はこいつ。1からいますよ、実はヘルパイレーツって。皆さん、ご存知ですか、こいつ。ヘルパイレーツって言うんですよ。一瞬僕も始めてた時に名前を間違えそうになりましたけど、ヘルパイレーツって言います、こいつの名前。皆さん、もしかして、こいつのリーと呼んでいませんか。リーだと違うモンスターになっちゃうんですよ。8の時に、リーという、こいつに似たモンスターにお世話になった方多いんじゃないかな、ベホマとサミライ好きの話で。ナイス !OK!だからそのフォルムは似てるから、なんかこいつのことをリーだと思ってますね。僕もリーだと思ってます。なんでね、今回からね、この実況ではね、彼はね、オクトセントリーのリーと呼ぶことにします。よろしくお願いします。リー、リー行け。頑張れリー。リー、お、いいぞ。ピロリした。回数いくらだっけ。10% ぐらい。意外と避ける。うん、いけ、乱舞に行く。うわぁ。頑張れ、久しぶりリー。リーはね、みんな使ったことあるから大丈夫だって。みんな使ってる人たちが応援してる。リーのことは大丈夫だよ。ただね、こうなると、こいつだってなんだかんだね、メタルハンター以外、メタルハンターは火力あるけど、デスゴークは踏み潰すじゃなければ、火力はないんで、もうとどめ打っちゃいますね。さあ、黒ブレ5段登場、おめでとうフローラ、浮気見せてけ。あいつキュン。黒ブレ5代でね、フローラ、ビアンカ、デボラ、伝説の魔物使いがね、出ることになったんでね、出ることになったんだよね、僕の実況出てる時はもうとっくの前出てますね。はい。というわけで私はね、フローラの脇を拝みたいと思います。むしろこっちが1回戦。敵が急に弱くなったわ。むしろこっち1回戦だろ。1ミス600しかないもん、向こう。急になんか今から1回戦になってますよ。というわけでね、やっていきましょう。さあ、とりあえず海チームなんですけど、海チームの相性はあんまり強い方じゃないですね。まあでも、体力の上昇量とか普通に優秀な方なんで、決して弱い相性ではない。まあ無駄に賢さ上がるのは置いといてね。はい。海チームの相性は別に悪いわけじゃないんですけど、海チームの共通点としまして、海チームのモンスターほとんどそうなんですけど、火に弱いっす。火とか灼熱に、まあ大体弱いっすね。ただし、打撃に強かったり、氷にね、強かったりとか、爆発に強いとかいいかな。風とか爆発にも強いっていうね、耐性はまあ、なんていうかな、
めちゃくちゃ弱いってやつは少ない。うん、いるけど。全身弱点だろこいつみたいなやつがいるっちゃいますけど、まあ対戦に関してはね、まあ強くもなく弱くもなく、コアキャラがいないっていう感じでね、バランスの取れたモンスターが揃っております。岩飛び悪魔はこれ強さでボリーレンタルとかすごいよな。来ました！嵐一のイカ土！いけー！強くない？これ。強い強い強い。リー強いよね。リーになっちゃったもうリーになっちゃったわ。ね。唯一海チームで雷属性を使えるね。オクトセントリー。オクトセントリーになっちゃった。ヘルパイレーツがね、嵐のイカ土がね、普通に強いんですよ。雷属性の特技ってのが強い。もう。ね。雷が強いからね、結局このゲーム。あ、おぉ、やったこいつらやる気やじゃん。絶対やるじゃんか。やると思ったよ、うん。俺はやると思った。出たな。昔やったことがある、それ。出た。マリックを二人で吸収して、ベビーサタンが全てをね、全てを任せたベビーサタン。なんでも、なんか間違えたみたいです。でもその威力、イオナスより強いんだな、これが。まあ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 、爆発に強いからね。よし、行ってこい。眠りの泡じゃないんだ、君は。これなんか大魔王戦で事故りそう。ひでえな。最後行け、リリリリリリ、行け。嵐のグッズ、行きます。行け、ほら、行くぜ、うん。最後、このちょっと疲れた感じ。この、オクトセントに疲れた感じ面白いよね、これ。なんかダラーンってなってる。お、大魔王戦だ。いいラプソンの予兆がすんな。どうなんだろう、でも勇気はね、ちゃんとため切る方だから。いやでも今までのいつもの魔王戦と違う運び方になってるからな。悲しいな。どれまげですか。いつもの大魔王戦とだいぶ勝手が違うな。いつもだったら2ターン目とかにとどめ打ったりして、でなんか余分な勇気貯めてさ、で大魔王戦にすんなりいけるんですよ。じゃん今回どうしようかな。一応、フラットから大魔王行っても、こいつらは勝てる気がする。ただ、スペックはね、波のスペック持ってますからね。なんだかんだで。さあ、グンちゃんのこのひっくり返すはね、単体攻撃の物理的行動不能にね、まあ要するにスカダイダン足払いみたいなもんですね。大魔王に刺さるんかな。いけ、嵐の三日筋。いけ、いや、強っ、強いの。お前強い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 、マジで強い。称号でこれだもんね。今回ね、オクトセントリーには、マスターダブルスキャンしてないんですね。はい。つまり、どういうことかっていうと、称号で頑張ってるのは、オクトセントリーと、ヤトベクマ。まあ、軍隊側にはね、いつもの通りマスターダブルスキャンしてるんですけど、それでもこれか。ひっくり返すの威力は高くないからな。まあ、岩飛びちゃんはね、ダブル称号できるんですよね。アニマルと、デビルです。はい。獣悪魔の二重相性なんで、まあ普通に強い。あ、でもそれダメ。あ、ダメ。結構食らう。いけ、嵐のイカ土行くぜ。おい、食らえや。おお強い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 。マジで強いな。これさ、弱めのとどめの一撃打って、ちょっと余裕あるね。それで行こうか。うん。2400のとどめの一撃あるんで、分類として。それ打って光の玉とかなんかします。剣の部分がうまく反応しなかった。そんな時に間違えて出てきたとどめの一撃。よくあるでしょう。私はよくありました。いけ、隕石さあ、あと200残った。ここから何する？向こう。あー、マヒャド余裕です。マヒャドはさすがに余裕だべや。絶対余裕じゃん。はい、結構食らったね。なんでこんな食らった今。あれマヒャドそんな食らうの？ドルマゲスが強いのか、こいつらが弱いのか、どっちだ。進化に票を使おう。勇気貯めて、大魔王戦有利にしたいね。さすがに。さあ、これ。いた！オッケーオッケー！さあ、ビンタ？百裂ビンタ？せーの！あ、よいしょ！オッケー！岩飛びちゃんが火力源出してるからね。とりあえず、このチームもしかしたら大魔王戦いけるかもしれない。海から来た奴らがさ、不意に大魔王を倒して帰ってくる。その夢をぶち壊す出たよ出たよ。いやーでも勝ちてえなー。これ相性はいい。でもいやでもそうすると冷たい気、いや逆に見た方がいいと思うな。何が脅威かって言ったらドルモアメラゾーマですね。ドルモアに対してはね、このヘルパイレーツくんね、ヘルパイレーツ戻ったよ。あんま強くないのよ暗黒に。どっちかというと弱体、弱だね。小弱点だね。もう、リーは。
メラゾーマは言わずもがなですね。メラゾーマで多分もしかしたら1500ぐらい買っちゃうかもしれない。サイコストーム、うーん、考えく生きたサイコストームタクやったもんな。いやー、リーカ飛び悪魔か軍隊ガニって言いたかったけど、ラプソンが賢かったら無理だよな。お、軍隊ガニ、あ、でも軍隊ガニもこれ結構食らうな、結構食らうんで、ひっくり返すー、せーの、よいしょ。まあ十分しっかりやったら大丈夫だよ。いやー、2ターン目ドルモアが流星群なら、まあってか、ドルモアやばいか。ランブに行く、いいよ。でももう勇気ためない方がいいか。いやー、厳しいな、これ。よいしょ、押し切られる、これ。普通にカリカリ押し切られるな、このままじゃ。次、海外劇目指そうまでしょ。ここ、ドルモア来たらやばい。本当に。流星群、よし、まだあるね。目指そうまででも、格殺もらう可能性があるのか。いやー、これはやばいな。どうする、輝きとメラゾーマのタク。このターンにできる最善は何だ。考えろ。天使しかないね。輝く生きてもこいつらもうやられるもん。で、4ターン目ドルモア、いや4ターン目も結局ドルモアになっちゃうから、一時しのぎでしかない感があるんだよな。どうする。いやー、でも諦めてないよ、まだあると思う、正直まだある。あ、輝き、いやー、きつい方だねこれ。やられたら復活するけど、輝きもしかして耐えたのか。うわー、こんな頑張るところが違う。それは頑張るとこ違いすぎ。マジかお前ら、お前らマジで言ってんのが違うって。頑張るところが違うんじゃ。ここから勝ち筋としては、高校、もうイテハを先制で引くって感じかな。イテハでカモン。おっ、4000。あー、でも待って。4000でしょ ?700 削るんだけど。どっちか、双方のどちらかが会心出してほしいって感じか。いけ、海賊まで会心出るだろ、リーやったー、リーやってくれるのか、リーやってくれる、ぐんちゃんやったオーガ勇気で満ち溢れた、転んでしまった。最後の最後に見せてくれました。海からやってきた者たちがよく見せてくれた、本当によく見せた。なんで最後転ばせたの。もうちょっと早くしてくれればこんな苦戦しなかったのに。やった。ちなみに伝説のモンスカイも5出身です。黒ブレンでます、頑張ってください。よくかかったな。